BTS やブラックピンクをはじめ世界的に人気を博す K-POP。いつの間にか K-POP の背中を追い続ける立場となってしまった J-POP だが新たな戦略と戦術によってようやく海外での成功の兆しが見えてきている。国内市場に甘んじてきた J-POP これまでの方角アーティストはヒット曲に恵まれれば国内市場だけで莫大な利益を得ることができていた。 1980年代後半から国家戦略として K-POP を海外展開してきた韓国と比べ、日本は自給自足の国内市場に甘んじてきた。そのため、海外でのライブやフェスに出演する場合もほとんどが招聘されるのではなく、渡航や設営経費は自便。キャスティング業者に報酬を支払ってセッティングされることも多く、その目的はあくまで現地ではなく、国内向けのプロモーションであることが大半だった。 例外として、ヘビメタで世界各国のファンを獲得したベビーメタルといったアーティストは存在するが、基本的に海外公演は慈悲による赤字公演が通例で、海外公演をすることによって国内での評価を高め、媒体露出や SNS での盛り上がりに期待することを主な目的としていた。だが、国内市場の縮小に伴い、 国内のみを対象とした経営方針では所属事務所やレーベル会社の先細りが現実化してきた。そのため、今まで主にアニソンに依存してきた海外市場を J-POP アーティストによって本格的に開発し始めたのである。海外で通用するための K-POP 戦略とはしかし、日本のヒットアーティストだからといって、そのまま海外で通用するほど国際市場は甘くない。K-POP の成功は、 徹底したトレーニングによるクオリティの高いパフォーマンス、ネイティブレベルの英語歌唱力や会話力といったアーティスト自身のスキルはもちろん、高度なプロダクション技術と特殊効果を施したメガボルト、ミュージックビデオを制作。TikTok や YouTube を使ったプロモーション活動も戦略的に行い、ライブ配信などでは多言語に対応することで、国境を越えたファンを構築している。グローバルで支持を得るために、 日本、中国、タイ、フィリピンなど多国籍のメンバーで構成させることも珍しくない。